八王子警察署は警視庁が管轄する警察署の一つである第9方面本部所属。所員数400名以上東京都西部多摩地域を代表する大規模警察署であり、署長の階級は警視制。八王子市北部地域を管轄している。他の警視庁施設として管轄区域内には 第9方面交通機動隊並びに自動車系ら隊の本部等が存在する。2017年8月27日、新庁舎に移転した。識別所所属表示は VE。赤月町、朝日町、東町、石川町、県名町、上野町、宇津木町、梅坪町、大分町、大谷町、大横町、大和田町、小門町、大崎町、霞町、上川町。 川口町、清川町、久保山町、小宮町、小安町、佐乳町、新町、千人、町平町、高倉町、高月町、滝山町、多町、丹木町、大町、寺町、天神町、小吹町、中町、中,町中野上町、中野三王、中野町、奈良原町、八幡町、日吉町、平岡町、富士見町、本町、本郷町、丸山町、三崎町、三井大緑町、南新町、南町、 宮下町、宮間町、明神町、元本郷町、元横山町、八木町、谷野町、八日町、横山町、万町2010年3月1日、午後4時40分頃に、東京都八王子市小崎町の片側一車線の、市道沿いにある、八王子警察処分室の庁舎に入るため職務中の、同所勤務の警部補が、ワンボックス車で右折しようとした際、 対向車線から走ってきた二人乗りのバイクに激突。バイクを運転していた男性は頭蓋骨骨折の重傷。同乗の女性は全身打撲の軽傷を負った。同署署長は謝罪をし、署員に対し交通運転の指導を徹底するようコメントした。ありがとうございます。